おい、なんだこいつだ。チャリカス。おい、なんだこいつだ。チャリカス。しかもスマホ持ちながらだったのあいつな。ドイツ南部で3日間にわたって行われたミュンヘン安全保障会議が19日閉幕しました。欧米各国はロシアの軍事侵攻を受けるウクライナへの支援の継続を相次いで表明しましたが、ウクライナ側が求める兵器の迅速な供与に応えられるかは不透明です。会議最終日の19日は EU ヨーロッパ連合の外相にあたるボレル上級代表が演説し、ウクライナは今弾薬不足に陥り危機的な状況にあるとして軍事支援を加速させる必要性を訴えました。